ジョンチュンが上げる、胸フラップ、戸高かわして、戸高先制待ちだ。前半の44分、戸高の先制ゴール、ホームの町田がリードを奪いました。戸高は今シーズン初ゴールです。反応はレベル高かったですね。このトラップの後の左足のキックフェイントですよね。いやこのジョン・チュングン選手のクロスも面白かったですね。止めてすぐ上げたので、この辺りの身のこなしですよね。まあこれキーパーからするともうノーチャンスですね。